こんにちは、こんばんは、そうです。今回は意義ありということで、ミツルギレイジを使っていきたいと思います。で、今回やるのがクラスマッチをやっていこうかなと思います。で、クラスマッチが今日が、本日動画撮ってるので補正なしなので、ちょっとやっていこうかなと思います。いきましょう。一応デッキは組んで、吉野リーダーで、ミツルギレイジを入れて、10日ね、の方なんだけれど、一応読みましょう。相手が1000以上の特殊ダメージを与えてきた時に発動して、通常と特殊 135% で返すよと。で、コンボスキルはライフバーストですね。で、ちょっとね、吉野の、10日、学園のね、学園吉野の10日もちょっと使ってみたいなと。で、一応この子のコンボスキルもライフバーストなんで、ちょっとライフバースト系をちょっと入れてって感じで、っていう感じですね。ヒカキソはね、乱量で入れるかもしれないからっていうので、ちょっとこういうね、HP というか、ね、レベルになってるんだけど、まあ、とりあえず行きましょうか。行きましょう。ウィジン、初めて使うのでウィジンですね。行きましょう。本当はね、トノサマンで使おうか、トノサマン、トノサマンでね、使おうかなというふうに思ってたんだけど、まあ、とりあえずトノサマンのあのカップね、コロシアムかでやろうかなと思ったんだけど、まあ、とりあえずここで行きましょう。 OK、 よろしくお願いします。まあ吉野はね、やっぱりマープでもそうじゃない時でも使うよね。お願いします。でも2万2000だからさ、ちょっと低いよね。まあ、神入ってるんだろうね。おそらく、あれだ、吉野で、バイセとかね、エンデガとか。お、いいですね。ここちょっと置いていこうか。先に置いてきます。まあ、後半だけに、まあ、中盤辺かな、に置くのもいいと思うんだけど、2枚返しがね、あるんで、まあ、おきくるみとか、アラジンとか、で、発動したときにどれぐらい返るか、もしかして入ってる場合があると思うんでね。うん、なるほど。で、これは、発動しないと。これ、特殊。あれ？あ、ライフバーストでいっちゃってる系ね。OK です。オッケー。あいつかと思った。特殊カットするやつ。でもライフバーストは強いからね。はい、で、このライフバーストにも発動してくれるからね。これは1000超えちゃうと発動しちゃいますね。これが帰って、これも帰る。3、おお、強いな。ちょっとここ置いてみましょうか。こっちね。で、これなかなか強いんじゃないかな。で、このカグラコーチのコンボスキルが怨念、まあ、怨念500なんだけど、呪うことができるよと。で、こっちが50倍かなんだけど、なるほどね。ヒカキソウこうかな。ヒカキソウこう。OK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 。デバフがね、強いからね、20% デバフっていうのはね。あ、そっちも入ってますか。なるほど。この子置いて、ライフバーストで、こっち結構危ないもんね。でもライフバーストカットするのか。じゃあこっち置いとこう。60%? 痛いね。特殊 60% ってのは結構痛いよね。まあ、痛いというか、削られるよね。
左来ますか。なるほど、オッケーオッケー。呪い捨ててきたか。これで4000、2000、3000の呪いで倒せないか。倒せないね。いや、もうこれ行かなきゃ、これ多分ね、倒せないと思うんだ。これ多分テラナイ置いても倒せてないかな。4枚返しあったしね。いや、ちょっと待ってよ。7000、あ、倒せてないね。ありがとうございます。ちょっともう一回いきましょう。2戦目いきたいと思います。2戦目いきましょう。でもさっきのが、まあ、バイセだったけど3000後半あれで帰ってたんで、まあ、なかなか良かったんじゃないかな。とりあえずいきましょう。お、乱量ですね。いいね。いきましょう。 HP が2万5000か。2万5000だったらお願いします。まあ、これオジェンイ入ってますよ。ファヌジェンイとか入ってる可能性あるからね。でベルゼブブがね、ここで来ちゃうのはちょっと痛いかな。なるほど、うん、いいね。で、まあ、とりあえず呪っていきましょう。だからこういうそのベルゼブブのコンボスキルとかも特殊1700だから、こういうのにも一応、発動してくれる。で、なるほどなるほどなるほどね。そうね、わざとアズリエルのコンボを させるどうかな。難しいな。これでもアズリエルが入ってるってことはジェイ濃厚だよね。なるほどなるほどね。え、でもなるほど、じゃあいちゃおうかな。ここに、いや、ジェインだったら怖いんだって。まあ、とりあえずそこ置きますよね。毒がもう終わってるから、相手がジェイン引いてたら死ぬんだけど、ちょっと置いてみようかな。ちょっと置いてみます。意義あり、ちょっと置いています。まあ、耐えきれるか耐えきれないかはまあ相手次第だけど、どれぐらい帰るかちょっと見てみましょう。あー、ジェイでしたね、ジェイでしたね。はい。でもこれにも一応もし耐えきれたとしたら7000の 135% が帰るってことだね。はい、もう一回いきましょう。もう一回こう3戦目やっていきたいと思うんですが、3戦目がね、さっきやったんだけど、まあ、惜しくも負けちゃった。相手が 120HP 残って負けちゃったんだけど、ちょっとエラーがね結構出てたので、もう一回取り直しでいきたいと思います。だから4戦目ってことかな。動画だと3戦目って感じですね。やっていきましょう。結構ね、さっきの3戦目はね結構熱き戦いで、まあ、相手が乱量だったんだけど、ミスデキレージは出てこなかったね。なんだけど結構いい戦いして、いや、これは耐えきれるのかとか、これはどうなんだとか、トレグレニグ出てきて、うわ2単語やべえぞとかね、そんな感じでしたね。
27,000 HB がね21,000で怖かったんですよ、さっきのねお相手の方は。はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。おきくるみ27,000って言ってもジェイ入ってますよってパターンも結構あるから、そこ怖いですね。はい、通信中でも割とミツギレイジはありだと思う。入れるのコンボスキルも強いし、マジかってなるし、マジかってなるし、置いてくし、 OK。 じゃあ2体でね、カグラ分にはなるんだね、シールドね。ガラム、ガルム、ガラムだね。置いていきましょう、ベルゼブブー。あのね、こういうのがいいんですよね。吉野で、召喚させて枚数を増やす、で場面に2枚以上っていう発動をさせる、これって結構強いよね。だから無理やり進化吉野入れたりとかね、してたんで。いやー怖いけど、フィーバーだからね、フィーバーだからね。どんどん呪っていくスタイルでいいですか、今回どんどん呪っていくスタイルでいきます。いや、フィーバーだからね。これで1枚2枚3枚4枚呪われますね。 OK、 フィーバーだからいいね、面白いねこれ。いや、それは痛いね。いや、強っ。あのね、割とフィーバーとか言ってらんないかも。ヒカキソかな。ヒカキソで、フッフッフで。アンズルナ。アンズルナ。で、4枚の呪いは大きいかな。オッケー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 。で、2枚だけでも1000は削れるよね。なるほどなるほど。これ4枚になるから2000削れるか。こっちを置いてった方がいいか、さすがに。これ倒せるんじゃないかな。ほんで打っての毒ちょろって入って、毒ちょろって結構大きいかもしれない今。1503だ。あ、OK ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後勝ってたんでね、よかったですね。ありがとうございます。改めまして今回は補正なしですね。で、クラスマッチをやってみたんですが、こちらのデッキでちょっと挑戦してみましたよということで、よかったねこの子。2体召喚させてからの吉野、吉野じゃない、ベルゼブブ、ね、よかったんじゃないのかなと思います。で、ミツルギレイジにおいては1回しかね、返すってことはできなかったんだけれども、動画でね一番最初の戦いしかできなかったと思うんだけど、こっちね、なかなか個人的には良かったんじゃないのかなと。バイセで3000後半返してたんで、まあ、後半のバイセで合わせたらもっと買えると思うし、なかなかいいんじゃないのかなと思います。で、1000の特殊っていうのがね、特殊っていうのがまあいいんでしょうね。変な通常攻撃で発動することはないし、もちろん竜相手にはね、まあ、もう何にも、まあ、使い物なんないみたいな感じになっちゃうけど、現状だと。だけど貫通の攻撃には反応しないっていうところはいいところなのかな。はい、ということで今回は三剣レイジ編成の吉野リーダーはマデッキでね、クラスマッチ挑戦してみました。あとなんかね、個人的に結構強いんじゃないのかなと思っ
ておりますので、また今後ミツルギレイジ入れてね、まあ、コロシアムとかねやっていけたらなというふうに思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。エクストラステージということで最終戦やっていきたいと思います。まああれでさっき終わったんだけど、なんかもう一戦ちょっとミツルギレイジ、まあ今回来てくれそうな気がするので、ちょっとエクストラステージでね一回やろうかなというふうに思います。いきましょう。乱量がいいな。アザース王、しかも正月乱量王ですね。27,000お願いします。オッケーオッケーオッケー。これにも発動できるんだもんね。初手こんなの出してくれたら嬉しいよね。初手でこうあのね、水利ゲージパッて置いて、まああまり置くことはないけど初手で。ファンウェルのデッキにはね基本勝てないんですよね。さっきのね運だもんね。オッケーオッケーオッケー。気持ちの呪いね。あの個人的に次ミツルギレイジ来てほしいかな。いやー、痛えところにファヌエルだな。オッケー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 。リージちゃん打ってきます。オッケー。あ、そっか、3%だからもっといくね。500じゃなかった。なるほどなるほどなるほど。そこで角っこ取られても全然問題ないよね。いやー、ムカつくなー。ここいや割と強い割と強い。勝てると思っているな貴様。これエンデカ来いエンデカ来いエンデカ来い。エスペランサとエンデカ来い。どう？エスペランサとエンデカどう？俺は二度と負けない。これ反応しないに。そうなんですよね。これがねこれがねちょっとねうーんってなるんだよね。いや神強化もすぐ生まれるんだよな。1.5倍、 1,2,3、 1.1、 1.1、 1.1。 うーん、どっちだ。こっちをこう。1.1、 1.1、 1.1、 1.1 って 1.5 いかないよね。どう？どうだ？いや、でも 1.4 倍かかってるからね、そもそも正月乱量でね。どうだ？これは帰るか？いけるかな？よっしゃ！からの？オッケー、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 オッケー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。トントコ、あ、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。